はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストクール続きやっていきたいと思います。すっかり忘れてた感じで、なんかロトの鎧が手に入るっぽい。なんじゃ1,2,3,4,5 5歩ないないない。甲冑ムカデ、ここら4回。あ、来る順番間違えてんな、これ。あ、魔法の鍵か。中部風さん、こんにちは。で、魔法移民だってこれ使ったよね、魔法移民みたいな。どこが正しいんだろう。一番右多分あれだよ。あ、そうか。魔法意味は敵の HP を奪い自分のものとする。攻守一体の呪文、使い方によっては強力な武器になる。当然消費 MP は多く、賢さの値に威力に大きく反映される。使い手は慎重に選ぶことだ。ここから左に2つかな。あ、ダメだね。なんかアーサーがやたら通るな。ここで、あ、違った、もっと左だ。なんでアーサーが通るの？正義のレピア。あ、これ多分弱点なんだ。ここか。あ、違う。あれ？ちょ、待って。ちょ、待って。何回失敗してんねん。ここだよね。同じとこ行ってんじゃん。5個。待って。途中でなんか変わる、これもしかして。ここか。違うな。あ、いいのか、ここだ。ああ、なんだよ。開けるってこと？時間となる。試練の、ほら。
ほど。1回、2回、1回ってだんだん上がっていくんだよな、これな。大金槌。骸骨なんかありそうだよね。カタールに古びたメモ見つけた。西へ東へ駆け上がり、花の香りは風音に運ばれ。西へ東へ駆け上がり、ふむ、とりあえず行き止まりまで進んで、それから考えればいいのでは。相変わらずだな。西へ東へ駆け上がりって意味がわかんない。カムで開けれるとこもね、回りたいからね。首危険。ちょっと待ってね。だから全部取ったよね、これで。あ、取ったな。あれ？どうって言ったっけ？あの階段みたいな場所。あれどうって言ったっけ？待って、どうって言ったっけ、マジで。どうでしょう？
西へ東へ駆け上がり、西へ東へ、西へ東へ駆け上がり、駆け上がり、いや分からないですよ、合ってるのかこれ、関係ないね、西へ東へ駆け上がり、駆け上がり、これで駆け上がりとかなんない、え、あ、上がってる、これもしかして、あ、なんだ、満月草か、敵落とすんだな、ちゃんと。わかんねえ、なんだそれ、あ、あ、こんなん落とすんだ、え、もうなんかモンスターの、あれ、待って待って、合ってた、もしかして西へ東へ駆け上がり、なんかモンスターの目光ったよね、合ってたの、もしかして、ほらモンスターの目光ってるでしょ、光ってないの、え、なんか光ったよね、駆け上がって全部モンスター倒すのか、もしかしてこれ、西へ東へ駆け上がりっちゃそうしか思い出せないんですけど、この下の階段ってどうやって行くの、ん、ほらモンスターの目光ってんでしょ、これなんかヒントなんじゃないの、関係ないかな、ロトの鎧、黒装束だって、ここら辺っぽくね、闇夜に溶け込む、これもレアだな、わからん、どういうことですか、なんで敵の目光ったの、あれどっか変わってる、あそこどうやって行くんだろう、あれ、西へ東へ駆け上がりってずっとそれ繰り返すのかな、西へ東へ駆け上がり、駆け上がってどこ行くの、これ目光ってるじゃん、こっからどっか行くんじゃねえの、あ、なんだ、なんか行けた、行けたけど
え、あれ合ってたの？さっきの骸骨のヒントだよな。絶対西へ東へ駆け上がりだよね。合ってるよね。駆け上がり。駆け上がった後どうすんの？ここまで合ってんのか？あ、でもなんか分かってきたわ。間違ったとこ行ったらとりあえずまずいのは分かるけど、セーブできないっていうのは嫌だよね。西へ東へ駆け上がり。あの左下の階段って何なんだろう。で、敵の目引かんでしょ。この後下行ったらどうなんだろう。ダメなんかな。あ、ダメか。で、これは合ってんだ。駆け上がって上行ったね。ここまではじゃあ合ってたんだね。で、左行ったら落ちるから、左って落ちたでしょ。ここに行って、右がダメなんか。じゃあ左行ってみようか。うん、なんか合ってるっぽいよね。合ってたの。ああ、なるほど、わかった。じゃあ合ってたんだあれ。まあやっぱ一パート使った。駆け上がりの上がって右に行って、ここを左に行って、もうどう行ったか覚えてないけど、こうか。これで左手やな。これだ。ああ、やったぜ。謎解きだ。まあ、ん？え？ちょっと待って、いつ来てもよかったんかな。何、何それ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 、何そのベースピサロチックな。
であれ、ゴーレムか？何？福引券。これどこで使えんの？あ、あのおっさんか。あ、そういうことか。へへ、お前たちにやれるんじゃないかと思ったぜ。それでロトの鎧。しちゃいけないの。かつて光の鎧と呼ばれた偉大な鎧だ。ハーゴンを倒すために大きな力になるだろう。さあ行くのだ。急ぐ。ああ、なるほどね。まあこれで鍵開けなくちゃいけないから、水をなす剣も欲しいんだけどね。多分それ稲妻の剣とかなるんじゃないと思うんだけど、違うかな。ロトの剣だから、これのヒントだよね多分ね。ここの戦士の、吹雪の剣と、だって絶対炎の剣だと思うよ。それしか考えられないの。あ、スカルトの21,500。さあ、これは雷鳴のリング。ああ、これ装備させられる方ね。で、イオ電系のダメージを抑える。高いな。あれ買えるぐらいまでうろうろしろってことか。じゃあ、いや助かったってありがとうよ。ん、それはあんた、それは福引券じゃないか。何を隠そう、ここは福引屋だ。当たりでもらえる道具や装備は他じゃ想像手に入らないお宝さ。あんたが今までに取り逃した装備品なんかも手に入るかもな。毒針、魔法の鎧。魔法の鎧あるよな。ない、取り逃したってどっかにあったの。録画のない。ちょっと待って、いいのかこれは。福引券だって2枚あるよ。取り逃したって誰か、あ、待って、敵モンスター図鑑みたいなのなかったっけ。誰が何持ってるとかさ、64% だもんね。あ、ここ書いてんじゃん。あ、ザオラル使えんの、ドラゴンの印って。リフラムゾンビ切り。ああ、そういうことか。ザオラル使えんだ。ザオリク覚えたんですよね。こんなところに書いてんじゃん。凍結を完全に防止する。あ、これはいいよね。じゃあ今回ここまでにしようか。ちょっと待って、あのまだちょっと行ってない場所あるんで。そうね、まあその装備品とか集めるの次回しよう。とりあえず今回ロトの鎧でしたね。福引きもまた今度考えましょう。よしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。